怒りは書きやすいんですよ、出やすいというか扱いやすいっていう感情だったんで、もうそれを乗っけてみようって思って、うん、でたまたまそれがミステリーだったっていうぐらいの、受賞しましたって電話が編集者からかかってくるときに、うん、仕事は絶対にやめないでください。僕犯人変わります、犯人変わる AI って誰でも、多分誰でも書けるようになります、はい、なった時は多分有名な人の作品は売れると思います。どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで本日は素敵な場所で素敵なゲストをお招きして話していきたいと思います。自己紹介をお願いします、はい、石川智武と申します。主にミステリー小説を書いております。よろしくお願いします。いきます。そして、はい、辻堂ゆめと申します。私もミステリーを中心にそうでない小説も書いたりとかしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はですね、なぜお二方かと視聴者の方は思ってると思うんですけど、以前ですね、神保町ブックホテルの方でちょっとお招きされて、小説家がいるホテルっていうあれですよね、イベントがありまして、はい、そこで、はい、初めてお会いさせていただいて、で3人で動画撮ろうよということで今回実現しました。ありがとうございます。で、今回はですね、二方とも、まあ、小説家ということで、はい、僕が結構小説家っていう、こう、実態に迫るというか、どんな感じの生活を送っているのかなとか、そういうことを中心に、こう、いろいろインタビュー形式で、ご3人で盛り上がろうかなと思っていますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは、早速質問ですね。一つ目、二方ともミステリーが好きで、ミステリー作家ということで、なぜ小説家になろうと思ったのか、そしてなぜミステリーなのか。僕はですね、おじが、時代小説の作家を付き合っておりまして、そうなんだ、専業でずっと、はい、もう30年ぐらいやってるのかな、やっていまして、まあ日頃からというか、生活の中に小説家というものがありまして、小説家ってなれるんだっていうのが分かったんですね。そういう憧れとかじゃなくて普通にいたので、はい、まずその小説家っていうハードルがそんな高くなかったっていうのが一つ、はいはいはい、まあ、目指したきっかけですね。でミステリーを書くようになったのは実は純文学をずっと書いて投稿してたんですけど、あ、最初は純文学だったんですか。でも箸にも棒にもかからずもう全くダメだと、はいはいはい、でもうやめようと思って、では最後にエンタメに振ってみようって言ったらそれが受賞したっていう、成り行きというか行きずりというかそういう感じでミステリーを、そこからミステリーを勉強するようになってってことなんで、そうなんです、ね、全然、はい、もともとミステリーを書きたいとかじゃなかった。なんか僕結構昔から本読んではいたんですけど、小説家ってこう一回読むとなんかこんなすごい作品どうやって書けるんだろうって結構高めの存在に思っちゃうというか、なんで親戚に小説家いたってことはもうかなりそれおじさん時代小説家すごいですね。すごい年20冊以上書いてるんですよね。時代小説家さんってペースめちゃくちゃ早いっすね。すごいなって、まあまあ今思いますけど、はい、当時は夕方ぐらいから酒飲んで生活してたんでいいなって思いながら、はい、結構そういうフリーな部分を見れてみたいな、そこも結構憧れあった感じなんですか。こういう生活したい、そうですね、5時から酒飲んで、はい、そうなんだ、はい、でミステリーの部分はやっぱ最初ミステリーじゃなくて、はい、そういうなんだろう、結構純文学で攻めたっていうものはやっぱそっちにちょっとなんだろう、自分の中のこう得意な部分があったっていう感じですか。そうですね、なんか本当に文学少年というか、まあ、高校時代からなんですけど、はい、本読むようになったの、そもそもですね、その頃から好きなのが、まあ、ドイツ文学とかそういうのが好きで、でもやっぱそっちに行きたいな、締めっぽい感じの書きたいなって思って、はい、その、まあ、書いてたんですけど、やっぱ性に合わなかったんですね。へえ、そうなんだ。そこでもうミステリーにこう大衆性にこう全振りするっていうのはやっぱ最後やってやるぞっていうか出し切ろうみたいな、
かなってそう。そうですね。そうですね。多分皆さん、ミステリー作家の方思ってるか分かんないですけど、怒りは書きやすいんですよ。事件を起こす、いわゆる人が人を殺すとか、はい、いうことに対して、まあ、何かしらの怒りっていうのが絶対介在していて、はい、っていうその喜怒哀楽の中で怒りって、はい、その、まあ、私生活の中でも一番出やすいというか扱いやすいもの、はい、っていう感情だったんで、もうそれを乗っけてみようって思って、うん、でたまたまそれがミステリーだったっていうぐらいの、はい、書きやすいジャンルかなと思う。ああなるほど、はい、私は石川さんとは違って身近には小説家っていうものはいなくて、はい、やっぱりまあ自分の親戚も自分の家もまあ会社員とか普通の人ばっかりだったので、ちっちゃい頃から本を読んで、ものすごい憧れの存在みたいな感じだったんですよ。で、幼稚園生の頃から本読むの、絵本読むのすごい好きだったんで、で、あの私はこういうの物語を書く人になりたいみたいなことを4、5歳の時に親に言って、あ結構幼少の時からそうなんかやりたがりだったんですね。見たもの自分でやりたいタイプで、はいはい、曲聴いたら作りたいし、うん、あの本読んだら書きたいしだったんですけども、あ文章が一番自分好きだったんで、はい、あのその頃にやりたいって親に言ったら、それはね作家って言うんだよって言われて、だから幼稚園でも結構将来の夢って何って結構あるじゃないですか、ケーキ屋さんとかパン屋さんとか、ね、セーラームーンとか言うので、私作家って言ったんですけど、周りに全く理解してもらえて、いやですよねなんか女なんでサッカー選手とか結構周りの男の子に言われた思いがありますね当時ね、なでしこいないしまだそんな感じで、本当にあのちっちゃい頃からなりたかったものではあったんですけど、はい、やっぱり親にはあのなかなかなれるもんじゃないから、まあ、将来の夢、まあ、幼稚園のうちは作家で許してくれたんですけど、小学生ぐらいになったら作家以外の将来の夢考えときなねって言って、はい、村上龍さんの13歳のハローワークとか手渡されてそしたら作家の項目を真っ先に見たら、いつからでもなれるから今目指さなくてよいみたいなことが書いてあったんですよ。それで、まあ、別の職業を目指してたんですけど本を読むのはずっと好きで、それで高校1年生かなの時に、もともとエンターテインメント系の本をよく読んでたんですけど、はい、湊かなえさんの告白が大ヒットしたんですよね、うんうん、で社会現象、そう社会現象で、はい、たまたま本屋さんでハードカバーで積まれたのを、はい、なんか私この本欲しいわって言って、うんうんうん、でなんか親に1000円渡されて本買ってきていいよって言われてる時だったんですけど、1000円で足りないからもっとちょうだいってすごい渋い顔されながらもう300円ぐらいくれて、それで買った本で激ハマりっていう、そこがミステリーの入り口ですね、うんうん、でも親としてはなんか、うん、なんだろう、子供、まあ、ゲームとかやらせるよりは本読んでもらいたいみたいな時代だったじゃないですか、うん、そうですそうです、もうまさにそうで、はい、うちゲーム禁止、漫画禁 止, 禁止、本だねいくらでもどうぞ、あ、まあ、教育ママ系の家庭だったんでそうそう、うち弟が2人いるんですけど、はい、私だけがでも親の目論見通りに本に激ハマりして、下の弟たちは今ゲーム大好きなんですけど、うん、ミステリーっていう部分はもう本当に最初から好きだったから、ミステリーはでもちっちゃい頃あのホームズとかルパンとか子供向けに書かれてる、はい、ああいうものは一通り読んでましたけど、あすごい、でもだからといってミステリーがすごい好きってわけではなかったかもしれない。いっぱい読んでる中でミステリーも抑えてたぐらい、児童書のミステリー早見香織先生とか抑えてたけど、他にも中学の時とか結構戦争のノンフィクションとか中学で本当なんかいっぱい読んでましたよ、ね、作家っぽい感じのあれそうですよねあれって思ってた全く違う成り立ちがね。じゃあもうあの最初の小説書くってなった時に いっぱいいろんなインプットの中から、うん、もうミステリーだったらいいものが書けるって思ってたから、うん、いいものが書けるというより、あ思い出せば私も中学の時に初めて書いた原稿純文学で、純文学の書に応募してるんですけど、純文学、そう、そして中学なんですね、中学3年の時に応募してるんですけど、渋いっすね、もちろん箸にも棒にもで、うん、で別に言ってもこのジャンルが絶対やりたいってわけでもまだ中学生なんで、なんとなく書いたものが多分純文学だろうと思って応募したぐらいだったんですよ。でその次に何書こうかなって思ってた時に告白に出会ったので、で本でこんなに読者に衝撃を与えられるジャンルがあるんだっていうのでびっくりして、うんうん、それで私も小説でこのぐらいのインパクトを、うん、
読んだ人に与える文章ってものを書いてみたいって思ったんですよね。適性とかは分かんなかったです、その時は。でもすごいですね、お二人とも純文学スタートだったと。多分、初めからミステリー行く人いないかもしれないですよ。だってあの、教科書とかで学ぶのってミステリー作家じゃないじゃないですか。純文学です。国語の教科書に載ってるものって純文学ですもんね。やっぱり作家っていうとそっち側のなんかイメージが最初についちゃうのか、当時はそうだったと思うんですね。だからやっぱりそれが一つやっぱ純文学まずになっちゃっただけかもしれない。思い返してもなんで最初純文学だったのか全くわからないんですけど、もはや純文学じゃなかった可能性もあるんですけど、賞に応募しただけでエンタメだった可能性もあるんですけど。それ中学でそんなすごい多感な時期じゃないですか、もういろんな遊びをね、覚えても部活だったり頑張ったり、その時にそう自分の感じたことを文章に起こそうっていうのがまず渋いですし、渋いですよね、すごいなって変な趣味だと思います。全然周りに行ってなかったです。あ、やっぱそうですか。恥ずかしくて、いやそうなんです、デビューするまでほとんど周りに行ってなかったです。遊び行こうよとか言われても、いや、遊びはめちゃくちゃ行ってました。遊びに行ってたんですね。やっぱいくら遊びに行ったりしても、暇になる時間ってあるじゃないですか。勉強しても遊びしても一人になる時間ってあるじゃないですか。その私の一人の時間の過ごし方が本読むか書くかだったっていうだけです。すごいなぁ、二方のいろんな話聞けて。いや、もう本当に全く違うなと思ったんですけど、最初は純文学っていう。ちょっと共通点ありますね。で、今もこの絶賛書いてらっしゃる英気の二人なんですけど、小説家になった後からの話もちょっと聞きたくて、最初はあの二方ともデビューしてから兼業作家だったの、はい、の二方とも。でそれっていうのはもう専業になるためにとりあえず今は兼業でなんか下積みじゃないですけど頑張ってみようっていうマインドから今までなってるのか、それともそのどっちも好きだから、僕もその YouTube も好きです、今やってる本業も好きなんですけど、どっちも好きだからどっちもやりたいっていうマインドの子。私は全然あの別に本業はあんまり好きじゃなかったやっぱりあの食いぶちが必要なのでっていう、はいはい、まあ私デビューが決まったのが大学4年生の夏で、4年生そうなんです、就活が終わっちゃってるんですよね、デビューできるなんてこと夢にも思わずに、はいはいはい、あの当時3年生の終わりぐらいから就活するんですけど、そこで泣いていただいて、はい、就活が終わった後にバーッと書いた小説でデビューが決まったので、まあ、内定ももらっといてその時期に何してるんだって感じですけどそれで、だからその選考委員の方とかにも、はい、内定もらってるんだよねって両方やる覚悟あるとか会社にちゃんと行ったとかって言われて、聞かれるんですね、うん、なんかもし会社が副業ダメって言った場合に会社辞める覚悟あるのかとか言われて、あ、ありますって言って、すごい、まあ、幸い会社が、はい、まあ、特別に許してくれたって感じでしたけど、仕事としての本業と、はいはい、あの趣味としての作家ってとこから始まっているので、うんうん、その兼業でしたから、ね、受賞しましたって電話が編集者からかかってくるときに、あの仕事は絶対に辞めないでくださいえ、そうなんですか。みんなそうだ、みんなそうって結構聞きます、周りから。私の場合は内定は絶対辞退しないでくださいじゃあその小説家にじゃあ兼業で頑張ります、うんうん、でその後ってめちゃくちゃ時間ないと思うんですけど。ないですね。それどういうふうにこう切り抜けてました。私は、まあ、とにかく定時ダッシュしてました。定時ダッシュ、新卒の最初から割と定時ダッシュしてました。あ、なんか残業が、残業はでもそこまで、私もあのもともと、まあ、ホワイトな会社に入りたいなっていう就活してたので、はい、そんなに残業は、まあ、部署によるかなぐらいだったんですけど、たまたま自分が入ったところはそこまで残業がない部署だったので、もう最初から作家との二足のわらじ履いてるってことはもう周りに、もう知られている状態で新卒として始まったので、はい、まあ新卒なのに定時ダッシュしてても別に悪く言う人はいないなるほどねただあの入社する前に人事と特別に面談が設定されて、はい、その時にあなたはそういう状態なんだから本業で人よりもパフォーマンス出さないと周りからなんかよくなく思われるから、うん、本業でそのぐらいの意識でいてくださいねって釘刺されました。いやー、きつい、きついなそれやってやるぞって感じで、あ、もう定時までの間で全力で仕事して、昼休みも潰して全力で仕事して、あの、まあ、パンかじりながら仕事して、あの5時45分過ぎたら
買います。でその後夜7時から11時ぐらいまで4時間書くみたいな。いやえぐいです。なんか休みたいとか思わない？休みたい、あ、もう土日は結構休んでました。あ、うん、はい、そこもミリハリつけて、ミリハリで、まあ、土曜日遊んで日曜日ゴロゴロとか、あで月曜日から金曜日までは夜4時間ずつ頑張る。えぐいっすね。脳がパンクしそうですかね。まあ一番きつかったのはそのいくら定時で帰ると言っても、はい、定時で帰るときに今から4時間文章を書く気力がある状態で退社しなきゃいけないっていうのが結構大変です。ちょっと本業のちょっとまあ手抜くじゃないですけどちょっと体力配分とか、ね、手抜いたら人事に怒られちゃうかもしれないから全力でやるけどもう4時間分の体力を残して帰るってことを意識しながら、器用ですね。でもなんかいや私3年間ぐらいしか兼業作家してないので、はいはい、そこまで長続きするものじゃなかったと思います。3年はその生活で、そうですね、はい、なるほど。それ一瞬じゃあ、はい、すごいな、そんな書けるんだ。いやでもその後ね、ね、何作ペースですか？あのこれ今じゃあこれ今じゃないですよね。何作ペースですか？ね、何作、その頃はでも1、2冊じゃないですか。4時間頑張ってかけても1、2作ですもんね、うん、結構長い時間になってますもんね、うんうん、そうやって書いても長編1個3ヶ月とか4ヶ月とかかかるので、うん、あのどんなに早く書いても兼業状態だと、うんうんうん、やっぱりそうするといろんなもろもろ考えると、うん、年3とかはちょっと難しいかなぐらいの感じです。すごいな、すごいですね。年3とか2って結構あれなんですか、早いペースなんですか？そうです、ミステリーでは早い、早いですね。3は早い、3出してたら結構出してるねっていう感じ、うん、1、はい、まあ最低年1出そうでみたいな雰囲気があります、うん、書店員さんに並ばなくなると忘れられちゃうからっていう、まあ僕はずっと兼業で、はい、今も兼業で、はい、15年ぐらい。そう、長いんですか？おぉ、全然苦痛じゃないんですよ。あ、そうなんですか。もう、辻堂さんと全然違くて、またこれはですね、はい、僕、書けないんですよ、長い時間。ああ。1日2時間やったらもう息も絶え絶え。はい。そうなんです。で、土日も休みたい。っていう、全部休みになっちゃうと、もう多分全部休んじゃう。ああ、専業になったら大変。そもそも専業になるとまずいっていうのがなんとなくその怠惰な僕の感覚があって、はいはい、で兼業でもう1日1、2時間しか書けないんですよ。あ、はいはいはい、もうそれなのでもう何時間も書いてるんですよ。やっぱすごいな、いろんな作家さんやっぱ結構長い時間机に向かってるっていうのを聞いていて、さすがだな。だから僕はもう早く書こう、それで短い時間、うんうん、それだけで。なので文章もその早く書ける文章、はい、いわゆる物語を追うための文章にする、その文章をなんか楽しませるっていうですね、そういうスタンスでやっていくと1日1、2時間とかでも年2、3冊いける。いや、それはそれです。それはそれです。ただもう多分 文章のあれも違いますからね、スタンスで。ただまあ、 あのミステリーって物語が面白ければいいっていうのが一つあるんですよね、うんうん、だからやっぱそれが気楽な部分かなと、うんうん、文体こねくり回さなくても別にね、うん、そうそうそう、やっぱ純文学、俺とかあるんで今純文学純文学さんはしっかりしなきゃいけないと思います。逆、まあ、反対、逆に簡素に振るのもありますけど、ね、うん、本業も頑張りつつ1、2時間書くっていう生活がずっとってことはもう最初はでもそれでも辛かったですか？いや全然辛くない。それでも辛くない？寝るのも8時間は寝ますから、うん、ああ、はいはいはい、もう不思議と、いや分かんないですよ、だから1日のリズムが分からなくて、はい、自分いつ書いてんだろうって思う時も、自分でも自分ただ1秒も迷ったことないです。うん、次何書こうかとかパソコン、まあ、立ち上げて、うん、ただもうすぐに書けるので、その迷うことが一切ないっていうのが多分その時間でできちゃってるのかなっていう。すごい。じゃあいかにその、まあ、昼間本業で疲れていたとしても、そうですね、多分パソコン開けば、まあ、5分ぐらいでも多分何か書けちゃってるんですよね、おそらく。いや、すごい。それもあんまり分かってないんですよ。
自分書いてんのかなっていう。書いてますよね。もしかしたら違う人が書いてるかもしれない。へぇ、そうなんだ。はい、すごいです。辻堂さんはきつかったって感じ。きつかったですね。けど、石川さんも今、そうやられて、ね、専業になったらきつくなると思う。逆に、逆に、うん。遊んで飲み歩いちゃう。全体に。なるほど。私は専業になってからの方がよっぽど楽です。あ、そう。そうですね。じゃ次、さっき石川さんの話にも出てたと思うんですけど、はい、まあ、物語を作るとき、いろんなアイデアからこう物語作られると思うんですが、うん、そういうのってどういうふうに考えてるんですか。例えば次の作品はどういう話にしようっていう、その物語の作り方の最初の部分。私は普段からなんかこれ小説の種になりそうだなみたいなことをパッと思いつくと、うん、スマホの普通のメモ機能に新しいの1個立ち上げてバーって書いて保存だけしておくんですよ。あとになって見返すと、なんだこれとか、うん、何年の時にこれ思ったんだろうみたいなのが結構あるんですけど、でも中にはこれ結構テーマとして面白いかもとか、うん、ここトリックとして面白いかもとか、 あと物語の冒頭の謎として面白いかもみたいなのが、うん、やっぱり普段からそこに貯めておくと、まあ、100個貯めれば何個か使えるものがあるみたいな感じで、でじゃあ編集者さんと次の話作ろうよってなった時は、まずその過去の膨大な、なんか一行メモみたいのを見返していって、はい、面白そうなものをその中から拾ってくる作業。なるほど。それを膨らませるとか、2個ぐらい拾ってきたのをくっつけるとか、場合によってはもっとたくさんのものを組み合わせてみたり、はい、っていう、なんか自分の中でのブレストが始まってっていう、そんな感じです。どこから拾ってきます？どこから、まあ社会派っぽい作品だったらニュースから拾ってきたりもしますし、あとは全然趣味で読んでる他の作家さんの本を読んでる時とかの、こうちょっとピンときた一文とかから、私だったらこのシーンこう書くとか、自分に置き換えて考えたり、あと何でしょう、情報を受けてる時が多いですね。なんか、アーティストのライブに行ったその最中とか、映画を見てる最中とか、ああそう、パッとこう、なんかやっぱ話の流れとか歌詞とか何かから思っちゃうんですよね。自分だったら、あこういうシーンになりそうとか、こういうストーリーになりそうとか思っちゃって、でも結構困るのが、そのライブの最中とか映画館で映画見てる最中ってメモできないんで、できないです。ずっとなんか思いついたことこうやって、何個思いついたをこうこうやって忘れないから集中できなさそうですよ。ちょっとたまに弊害があります。こう普段の生活の中でずっと意識はしてて、そうですね、ずっと使えないかっていうのを、そう、使えないかなって考えてるわけじゃなく、もうし多分もうこの仕事しばらくしているので、自然となんか面白いことを見つけた時に、うん、なんか面白いことを人から言われたとか、うん、そういう時に、あこれ小説だったらってこう考える癖がついてる状態かもしれない。職業病みたいな。職業病です、本当に。全然小説に使えそうにないのに、はい、こう変な値段から変なこうミステリーにしちゃったりとかっていう、ね、職業病もありますし。なるほど。石川さんは、はいはい。あでも結構同じで、はい、その偉い先生が言ってたのが、なんかマテリア素材を集めて、はい、それを組み立てるのが小説家だと。組み立てる作業と集める作業はまあ誰でもできるんですけど、うん、組み立てる作業っていうのが多分そこがまあ魔法であり小説家の、うん、まあ仕事、うん、だから結構そういうパターンの人多いと思うんですよね。拾い方をさっきちょっと聞いたのが、僕結構飲み屋が多くて、はいはい、飲み屋でなんか喋ってる人たちのなんか言葉の単語とかでなんか組み合わせてとか、単語でそういうなんか飲み屋とかだと なんですかね、ちょっとぼーっとするじゃないですか、酒飲んでると、だからうまくなんかなるんでしょうね。なんか飲んでるのも僕は仕事なので、飲むの仕事、飲むの仕事だったの、おじさんの意見に力がありそう。なので、本当にそれはやめられない。全部休みだと困る。逆にその飲み屋がね、仕事になっちゃう。なっちゃう。昼から飲み屋で今考えてるんだって言って。それが悪い。
多分同じですね、そういう意味では。そう、いや、うん、そっちは違いますね。集めるそうね、組み合わせるのが同じということで。そうですね、うん。さっきしかすなんか、こう開いたらもう書けるってなってるじゃないですか。それはもうその、拾い集めたマテリアルっていうものをもう、はいはい、なんだろうな、つなぎ合わせてるところまでは終わっているっていう感じ。そう、それは終わってますね。さすがに全部終わっていて、はい、物語がなんとなく筋道が通って、てる状態で、はい、あとはもう そこまで行く、うん、ミステリーだとやっぱり筋決める人が大多数だと、はい、あもう最初からある程度そうです、ね、決めてみたいな、はい、じゃあ逆にその決めたなんだろうプロットを外れることってあるんですか書いててありますよね ないですか私あんまりないんですよ、そうですかでも大筋は絶対に外れなくて、はい、でも細かい伏線とかが、うん、あこんなの出そうとか、はいはい、ここなんかちょっとつじつま微妙なのかったから変えようとかいうのは うん、あります、あ、はいはいはい、僕犯人変わりますね犯人変わるって結構大筋変わるプロット編集さんとか出版出すじゃないですか、うん、あんま意味ないなと思いながら出してます、ね、だから変わっちゃうから、うんうんっていう、その変わるんですよ。で最初はでも、まあ、例えば A さんが犯人だという想定で書いてたわけじゃないですか。あ、まあそうですね。でも、まあ犯人 B さんにしようってなったら、こうなんか矛盾とか発生しないんですか。でもやっぱり一回通しで書いて、はい、そしたらやっぱ大内小内に矛盾って絶対生まれるはずなんですよ。でそれを正していく作業はもちろんしますけど、うん、あのやっぱだって初め誰が犯人か分かんない状態から始めるじゃないですか。まあ、読者じゃない。読者じゃない。読者もそうですね。主人公は。そうですよね。だったら、別に途中で変えちゃっても。全然バレないじゃないですか。なるほど、なるほど。とある大御所ミステリー作家さんのエピソードって聞いたことあるのは、うん、なんかこう連載をずっとしてるうちに、はい、この人が犯人だったんだって気づいてその先の原稿を書くどういうこと本人が気づくんですって作家さんの、うん犯人この人だったって途中でひらめいて解決編みたいな、はい、いやすごい聞いたことありますそんな話多分そういうどっちかですよねちゃんとしっかりかっちり書く有名なの、うんね、大先生もいますし本当に筋決めない人もいやそうなんですね、うん、もなんか読者側としてはもうなんて作者側の手のひらで転がされてるというかそんな感じだったんですけど作者側もこうなんだろう転がされてる時もある自分のありますねありますね、うん、書きながらの偶然性みたいなのが結構ありますけど、うんそうね、こういう描写が出てきたから、はい、あこの先展開こうしたらいいんじゃないかとか、うんはい、もしかしたら変わるとかあります、ね、あはい、うんじゃあもう一つだけトピックを話してちょっと終わりにしようかなと思うんですけど、はい、結構難しいトピックなんですが、まあ、今いろんな、なんだろう、娯楽がある中で、うん、まあ映画だったり、はい、まあ小説もありますし、で、この先って多分もっと、いろんなことが娯楽になっていくんですよ。うん、例えば今すごい来てるのが AI だったりとか、うんうんそれこそチャット GPT とかね、うんうん、今来てると思うんですけど、そういう中で、まあ、例えばですけど、AI 小説とか、はいはい、こうめちゃくちゃこう普及するかもしれない、うんうん。そういういろんなこの未来を考えた時、これからの小説っていうかミステリーどうなっていくんだろうなっていうのをちょっと3人で話したくて、うんうん、なんか僕はですけど、うん、なんか今 AI 絵師とか、絵を AI で描くとか流行ってると思うんですけど、まあ、そういう、なんだろう、物語のストーリーは多分 AI が作れる時代は来ると思っているんですが、うんうん、やっぱそことは違う、その作者なりの、まあ、描写だったり、その、まあ、言い回しだったり、そのキャラクター、そういうものって絶対その人にしか描けないと思っているんで、うんまあ、そこで結構差別化されるんじゃないかなっていう未来が来ると思ってるんですけども、うんうん、お二方、描いてる立場からしてどうですか？AI 小説みたいなものはまあ多分商品として市場でもあるようになるんじゃないかなって思うんですけど、うんはい、昔なんだろう手作りでみんながこういろんなものを作ってたのが工業製品が普及したら手作りの価値ってすごい上がるじゃないですか、うん、逆に手作り品ですっていう感じになるから、はいはいはい、その生身の人間が書いた小説はそういう、うん希少だけど、うんうん、手作り品みたいな人事に来るんじゃないかなとか、その一人の人間が一人の編集者と作ったんで、めちゃくちゃこう最小人数しか関わってないものが小説だと今でも思ってるんですね。映画とか
あのアニメとかたくさんの人が関わりますけど、ゲームも、はい、もうでも小説って本当に最小単位の人間で作ってるもので、うん、もうそういうところをもう楽しんでもらうしかなくなるかなって思ったりしてます。僕はですね、はい、結構悲観論人につくと思うんですよ、読者というのは。例えばですけど、今有名な作家さんの本ってやっぱ売れるんです、はい、まあ、出版社も出しますし、はい、っていうのがありますね。AI で誰でも書けるようになります、はい、なった時は多分有名な人の作品は売れると思います。例えばお笑い芸人の方とかで、はい、他で、あのチャット GPT 使って、で自分でもやって書きました、でその人の名前で出した作品っていうのは、あの売れると思うんですね。ハードルがそもそも下がるので、うん、その出版というか物語を書くハードルがですね、うん、だったらやっぱ読者は何で選ぶのかなっていうと、やっぱその有名だったり、うん、その好きな中で好きな人だったりっていう人を、うん、だんだん作家っていう中、あの新しく出る作家から作家になってっていう人たちは厳しくなってくる。皇族の例えば今からデビューしてレターっていう人たちが、逆にこの今現在、まあ、小説家じゃないにしろ、はい、いろんな有名人の方がそういうのを出しちゃうと埋もれちゃう。そうです、まあ、今でもやっぱりいらっしゃるじゃないですか、その俳優さんやりながら小説書いたりとか、はい、うんうんうん、でそのハードルが下がった時にボンって出た時にその、はい、ね、本屋さんの棚も有限の棚の割合の中ではいはい、はい、かなり戦国時代になっちゃう。そこで生き残る、すでに地位を固めてる作家っていうのは生き残ると思うんです、うんうん、でもなかなか新しい方とかいうのが埋もれやすくなってくるんじゃないかなってもなんとなく僕は思うので、いや僕は AI はどんどん行ってほしいと思ってはいるんですけど、はい、そこで生き残るかどうかは今現役の我々はちょっと課題として一つある。なるほど、なるほど。悲観そうですね。でも確かに言ってることも、まあ、本当で、まあ、そうですね、今までやって小説を書くってなった時に結構ハードル高いですよね。でそれをいろんなハードル乗り越えて出版して読んでもらうっていうところが、有名な方のその知名度ってアドバンテージが働いちゃうと、確かにまあどうなっていくのかなっていう感じですね。あの昨日かな、なんかリリースされたのが1行書いたらあと書いてくれる AI で、なんすかそれ、物語、はい、やってないんですけど、まあ、日本語版はないんですけど、はいはいはい、その1行に対して物語をどんどん紡いでくれる。いや、まだなんかその単語ワード単位だとちょっと厳しいんですけど、うん、そのプロンプト的なあの入力を1行レベルにするとなかなかいいものができるみたいです。うん、ちょっとなんか嫌ですね。まあ、わかんないですけど、使ってないんであれですけど、はい、今後なんかいろいろ変わってくるとは思いますね。はい、全業種が AI に影響されますよね。うん、そうですね、そうですね。小説家もそうです、はい。なるほど、ありがとうございます。結構あの答えづらい質問投げたな、自分で思いますけど、お二方のね、自分の意見というか、こう言っていただけて、面白かったです。ありがとうございます。じゃあ、とりあえずね、あの動画はここら辺で終わりにしようかなと思います。ここまで、最後まで見てくださりありがとうございました。お相手は石川智武と辻堂ゆめと正木ブックスでした。バイバーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。